波動が今の自分がここだとして、この上に上がっていくことで幸せも豊かさも倍増するんですけど、ここは居心地がいいんですよね。で、人はずっとそこに留まろうとしてしまうんです。つまり心地いいばかりを追求してると、なかなか変われないっていうのがあるんですよ。波動が自分よりも高い人からのアドバイスであれば、それを信じて実行すると自分もその波動になっていくことができるんですけど、波動が低い人からのアドバイスっていうのは気をつけた方がいいんですよね。こういう人が持っている考え方、情報とかね、それを信じると波動低くなっちゃいますから。だから実は自分の周りにはいろんな現実がすでにあるっていうね、すでにあるんだけれどもアクセスしていないだけっていうね。だから今の自分の波動を整えていけば、その波動の世界っていうのは見えてきますから。こんにちは、波動チャンネルの桑名正則です。初めてこの動画をご覧いただいている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしていつも波動チャンネルご覧いただいている皆様、いつもありがとうございます。今日の波動チャンネルは、超えることで幸せも豊かさも倍増する3つの波動の罠というね、そんなお話をお伝えをしていきます。これまで波動を使って、より幸せに生きたり、より豊かに生きたりとか、それとか引き寄せも波動ですので、引き寄せを起こすとかで、開運っていうのも波動なんですよね。その開運するとか、そういったことをお伝えしてきたんですけれども、ただ波動のことを知るとですね、今日お伝えする3つの罠について、そこでハマってしまうということがあります。その3つの輪でハマってずっと同じ現実が変わらないという方もいらっしゃいますので、今日はその3つの罠について、お伝えをしていきますので、ぜひそれを超えてですね、幸せになったり豊かになったり、引き寄せを起こしたりっていうことをしていただければと思います。ちなみにこれまでのお話ですけれども、波動完全マスターシリーズといって波動のことを解説した動画があります。それコメント欄に貼り付けておりますので、ぜひそちらも合わせて参考にしていただければと思います。ぜひ今日のお話も参考にしてください。で、このチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。はい。で、今日のお話は、超えることで幸せも豊かさも倍増する3つの波動の罠ということで、波動っていうのは、今の自分と同じもの、似たようなものと共鳴するというね、見える現実も、出会う人も、入ってくる情報も、あと普段過ごす場所も、全てのものには波動があるというね、そういう考え方です。で、今の自分、現実、今の自分の周りにはありとあらゆる波動があるんだけれども、今の自分に合う波動、上が高いとして、まあこれらですよね、これらがある。だから波動が一番の時は、波動一番の現実、人、情報、場所、それが自分の周りに現れて、自分の波動が3番の時には、自分の3番の現実、人、情報、波動と場所と共鳴するというね。それが自分の周りに広がる。まあ見方を変えると、今の自分が例えば80という波動なんだ、の時、自分の周りには、様々な波動の現実があると。あるんだけれども、今の自分が80の時は、80の現実、人、情報、場所が自分の現実として現れてくるし、で、80の人と会うし、80の情報が入ってくるしだけれども、自分の波動が100になった時には、この80っていうのが、ちょっとずつ自分の現実から消えていって、で、新しい出会いとか、新しく入ってくる情報があったりとか、新しく出会う場所があったりとかっていう風になってる。つまり100の波動のこれらに共鳴しだすっていうね。で、引き寄せたい現実が120というものであれば、自分の波動が180になれば、ここの現実と共鳴しだすというね。まあこれが一番シンプルな波動の考え方です。
で、波動は低い世界よりも高い世界の方が感じる幸せ度っていうのも上がってきますので、だから自分の波動を高くしていくことで、より豊かな現実、より幸せを感じる現実と共鳴するし、現実が現れるようになるし、よりいい幸せを感じる人間関係、より豊かさを感じる人間関係とつながっていくという、これがまあシンプルな波動の法則なんですよね。で、まあこれらのことは先ほどもお伝えしたように、今の話は2番の波動が変わる波動の法則でお伝えをしていますし、もっとベースのところは1番の波動を知れば引き寄せは簡単という、そこでお伝えをしておりますけれども、まあこれが波動の法則なんですよね。その中でこの3つの罠にはまってしまうことがあるんですよね。ちなみに波動を感覚的に言うと、例えば現実、人、情報、場所、すべてに波動があると言いましたが、感覚的に言うと、気が合う人のこと、波長が合うと言います。気が合う。波長っていうのは、波動ってこんな同じ波が連続していっぱい出てるんですけど、この上に上がって元に戻って下に行って元に戻る、これを一つの波と考えるんですよね。で、この同じ波がいっぱい出てるのが波動なんですけれども、この一つの波の長さのことを波長が合うって言うんですよね。つまり波長が合うっていうのは似たような波動を出しているということで、似たような波動を出している、波を出している人同士は気が合うんですよね。しっくりくる情報と言いますよね。しっくりくるっていうのがあったりします。あとね、場所で言うと自分の波動と同じものは居心地よく感じるんですよね。これが波動の体感的な感覚的な捉え方というか、感覚的にこういうものを捉えているとき波動が合うっていうね。で、一つ目の罠何かっていうと、心地いいの罠っていうのがあるんですよ。心地いいの罠、何かっていうと、心地いいは波動が共鳴している状態なんですよね。だからこればかりを追求していくと変われなくなってしまうんです。ただ、今の自分よりも波動が高い世界って、気持ちよかったり、なんかパワースポット行くとね、気持ちよかったりするじゃないですか。心地いいも感じるんだけれども、でもパワースポット巡りとか行って、多くの人は言うんですよね。パワースポットいろんな何箇所行ってすごく気分よく過ごして帰ってきた時に皆さん言うんですよ。ああ、家が一番居心地いいわーって言うんですよ。つまり波動の高いところっていうのは気持ちよかったり心地よかったりはするんだけれども、ずっと長くは入れなかったりするんですよね。で、ずっと長く入れる場所っていうのはやっぱ家なんで、いや家が一番落ち着くわ、居心地いいわっていうんですよね。で、つまり心地いいばかりを追求してると、なかなか変われないっていうのがあるんですよ。波動が今の自分がここだとして、この上に上がっていくことで幸せも豊かさも倍増するんですけど、ここは居心地がいいんですよね。で、人はずっとそこに留まろうとしてしまうんです。例えば、そうだ、面白い話があるんですけど、僕がある会社で社員研修をしてた時に、ある女性社員の面談をしてあげてって社長に言われたんです。で、なぜですかって聞くと、その女性社員は、事故物件に住んでるって言うんですよね。で、僕はお清めとかもできるので、お清めって何かっていうと、その部屋とか家とかを清めて、その家の波動を上げていくっていうことができるので、で、事故物件ってやっぱ波動差が低いですから、もしやれならしてあげてって言われて、で、わかりました、つって、まあ、とりあえず、その女性社員と面談させてもらった。で、聞くと、朝起きて、歯を磨いて、で、その歯ブラシをコップに立てかけておいて、会社行くじゃないですか。で、家帰ると毎日その歯ブラシが落ちてるんですって。それとか、変なラップ音が聞こえたりとか、まあそういう部屋なんですよね。で、それはまあ確かになんか事故物件だなと思って。僕がその人に聞きたかったのは、事故物件なの波動低いんですよね。で、僕はその人に聞きたかったのは何かっていうと、これなんです。その家居心地いいんですかって聞くと、居心地いいんですって言うんですよね。で、居心地よく住んでる家の波動、たとえそれが低かろうと、本人にとっては居心地がいいんです。波動が一緒ですから。
その家の波動を清めなんかして高くしてしまったら、その人は居心地が悪くなるので引っ越しちゃうんですよね。だからまあこういうこともできるので、機会あれば言ってくださいと言って、その面談終わった。その後、その会社の事務所のお清めをしたんです。そうすると、まあ事務所の波動上がりますから、そうするとその女性社員は、転職していったんです。今まで何の問題もないし、ご機嫌に働いてたんですけれども、多分居心地が悪くなっちゃったんですよね。自分が合うところに転職していったって。つまり、自分の波動に合う場所に常に行くようになってるんですよね。で、よくわかんないけど、居心地よく感じるという、なんとなく。ただそれをずっとやってても変わらないです。で、今の自分がここだとして、より波動を高くしていくことで幸せも豊かさも倍増するし、ここの世界が引き寄せたい世界だったらもっと上げていく必要があるんだけれども、ここは今の自分ではちょっと違和感があるんですよ。違和感がある。居心地良くない。現実も、人も、情報も、場所。これらに違和感が出るんですよね。そこを飛び込めるか。ここのコミュニティの人間関係もそうだし、ここの場所もそうですけど、そういうところに勇気を出して飛び込めるかどうかなんですよね。違和感があるからといって避けてても変わらないです。違和感あるんだけれども、あの人たちなんか幸せそうだし、豊かそうだし、思い切って行ってみようと思って、で、そこに馴染んで、違和感がなくなってくるところには自分もこの世界の住人になっているので、心地いいっていうところばっかりにいないこと。自分の波動が共鳴してると居心地はいいので、心地いいっていうのはちょっと、考えものだっていうところを意識していただくとね、いいなと思います。で、二つ目はですね、ジャッジの罠。これも結構多いんですよ。僕も昔そうだったのでよくわかるんですけどね。例えば、自分が今3番だとして、1番の世界を実現したい、1番の世界を引き寄せたいと思っているとき、で、僕はよく言うんですよね。これを実現したいことがあるなら実現している人と会いましょうとね。で、ここの人と会うんですよ。今ここですよ、自分はね。会って話をすると、違いがあるんですよ。何かというと、考え方や価値観が違うんですよ。自分のこれと。違うんですよ。で、先ほども言いましたが、波動が違うと違和感が出るんですよね。何それっていうね。で、そこでジャッジしてしまう人が多いんですよ。言い悪いで、いや、これは良くないみたいな、あるんですよ。で、それは波動の違いでそうなってるだけなんだけれども、今の自分の考え方や価値観でこれを、とか、この人を判断してしまうってことがあるんですよね。で、何それって言って離れていく人も結構今までたくさん見てきたので。で、僕はたくさん見てきたっていうのは何かっていうと、僕もいろんな方にお世話になってここまで成長させてもらったんですね。もう独立で17年になりますけれども、本当様々な方にサポートしてもらって指導いただいたりとかしてきたんですけど、実際僕も昔本当にあったんですけれども、ある人を会ってお話しした時に、この人お金ばっかだなって思ったことがあるんですよね。でも、その人は素敵な人だし、憧れるので、それでも僕は一緒にいたんですよ。そうすると、お金ばっかだなっていうのは、今の自分でそれをジャッジしてるってことじゃないですか。ただ僕はその人が好きだったので、一緒にいたんです。そうすると、気づくんですよ。あれってこういうことだったんだって気づくことがね、たくさん増えるんですよね。で、あれってこういうことだったんだって、気づいたとき、少しずつしっくりくるようになってるんですよね。しっくりくるようになってる。つまり、その気づきが起きた時って、ここに近づいていってるってことなんです。だから最初で、お金ばっかじゃんで、ジャッジをして離れたらそれはなかったんです。で、その違和感っていうのは波動が違うからなんです。で、もっと言うと、あれってこういうことだったんだって気づいた時、いつも思ってたのが、今までの自分の考え方や価値観は、とても狭かったなっていうのはいつも感じて反省してました。今の自分よりも何かを実現している人たちって違和感はあるんだけれども、それはなぜかっていうと今の自分の視野が狭かったりっていうことが結構あるんですよね。だから今の自分でジャッジしないっていうのはすごく大事です。
で、よく自分を信じましょうって言いますけど、自分を信じていいのは自分の存在価値とか存在意義です。自分の存在価値や存在意義は 100% 信じる努力をしてあげてほしいんですけど、ただ自分の考え方に関してはこうなりたい、少しでも幸せになりたい、豊かになりたいっていう状態、逆に言うと今の自分でもいいんだと、もう変わる必要もないんだって人は全然いいんですけど、そうじゃなくて今よりもちょっとでも幸せになりたい、豊かになりたいとか、こうなりたいっていう、こうなんかなりたいっていうのがあるときは、自分の考え方は半分信じて半分疑ってください。こうなりたいっていうのがあるって時は、今はそうなってないってことなので、なってないっていうことは、この考え方や価値観がどこかずれてるんですよね。どこかずれてるからそうなれてないので、だから考え方に関しては半分信じて半分疑うっていうぐらいがいいかなと思います。で、少なくとも今の自分でジャッジをしないことです。ジャッジしてしまったら、それは絶対そこにはいけないのでね。ジャッジせずに、あ、自分がずれてんのかな、どっかずれがあるのかなっていうぐらいに考えとかれるといいかなと思います。はい。それと3つ目、好きやりたいの罠っていうのがあるんですよ。これ何かっていうと、実は好きなこと、まあ好きなことすればうまくいくって言うじゃないですか。で、やりたいことをしたらいいって言うんですけど、実は好きなことって波動で変わるんですよ。好きなことは波動で変わります。この1番の時に思う好きなことをやりたいことと、3番の時に思う好きなことをやりたいこと、4番の時に思う好きなことをやりたいことが変わるんですよね。で、僕の実体験があるので言うと、昔浄化とかそういったものに出会う前ですよね、僕はすごく体調が悪くてすごく疲れてた時があるんですよね。で、その時セミナーとかもやるんだけれども、本当疲れてて、その当時はね、すごいお酒を飲んでたんです。すごいお酒も飲んでたし、たくさんね、飲み食いもしてたんですよね。で、ある時すごい浄化する出来事が起こって、その後何が起こったかっていうと、すごいお酒飲んですごい食べてた時は、お酒飲んだり食べたりするのが楽しいし好きだと思ってた。で、その時やっぱり思ってましたよ。好きなことすればうまくいくからこれでいいんだと思ってたんです。で、その後ずっと一気に大掃除みたいに浄化した時、後に思ったのは、なぜあんな食べてたのか、なぜあんなに飲んでたのか、よくわかんないなっていう状態だったんです。あんだけ好きって思ってたのに。で、僕たちの体の周りにはエネルギーの層があって、ここにはね、マイナスのエネルギー結構受けちゃうんですよ。邪気って言うんですけどね。で、これをたくさん受けちゃってると波動って下がるんです。で、邪気をたくさんもらっちゃうと何をするかっていうと、暴飲暴食しちゃうんですよ。で、僕はこの状態だす。で、これを大掃除して波動が上がると、この暴飲暴食がなくなるんですよね。なぜあんなことしてたのかなって、別の好きっていうのが出てくるんですよね。別の好きだから、適切な量、美味しいものを食べるっていうのがいいとかね、もっと自然のものがいいとか、それは人それぞれ変わりますけれども、そうなるんですよね。その時に思ったんです。僕はこの時に好きなことをすればうまくいくと思って何も疑ってなかったんですよね。でも、ここの一番に行った時におかしかったんだなっていうのを気づいたんです。つまり好きなこと、やりたいことっていうのは波動で変わるんですよね。でも、それは波動が下がっている時には絶対わからないので、だから常にこのことを知っておいていただいて、好きなことは波動で変わるっていうのを知っておいていただいて、自分の波動を整えるっていうことを常に習慣にしておくっていうのがめちゃくちゃ大事です。自分の波動を整えることを習慣にする、これは意識してやるようにしてください。それどこかで話してると思いますので、それは常に自分の波動を高くするように整えるね。それをしていただければと思います。はい。まあ、この辺、心地いいの罠、ジャッジの罠、好きやりたいの罠、そういったことがありますので、
ここにはまりすぎない。だからといって心地いいが悪いわけじゃないんですよ。心地いいが悪いわけじゃないんですけれども、好きなことをやりたいことをやるっていうのも悪いことではないんですけれども、こういうところの罠にはまって、今の状態がずっと変わらないっていうことも多いので、ぜひこの辺のことを参考にしていただいて、あ、罠なんかはまってるなと思ったら、勇気を出して、違和感のある世界に飛び込むっていうことも結構大事だったりしますので、よくセミナー業界ではコンフォートゾーンって言ったりしますよね。コンフォートゾーン、安全領域から外に行きましょうって言ったりもするんですけれども、そういったこともやっぱり時には必要ですので、それにはストレスがかかるんですよね。ストレスはかかるんだけれども、ストレスはなぜかかるかっていうと波動が合わないからで、で新しい世界に波動が合うようになっていくごとにストレスはなくなってきますから、そうすると今まで感じられなかった幸せで豊かな世界っていうのがそこでは待ってるので、全てのストレスが悪いわけではないので、そのことも同時に覚えておいていただければと思います。本日の動画は超えることで幸せも豊かさも倍増する3つの波動の罠についてお伝えをさせていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。で、LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージをお送りしてます。願望実現のお話や波動のお話やメンタルのお話、そんなメッセージを送っておりますので、よろしければ LINE もしくはメルマガどちらでもいいのでご登録ください。登録先は概要欄に貼り付けておりますので、概要欄をチェックしていただければと思います。そして、今日のこの話で感じたこと、気づいたこと、ご自身の体験談などあれば、ぜひコメント欄にシェアをいただければと思います。そして今日のこの話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいらっしゃれば、ぜひお友達にもシェアをしてあげてください。それでは、いつも波動チャンネルご覧いただき、どうもありがとうございます。で、ここからおまけのお話をお伝えをさせていただきますが、今日は、超えることで幸せも豊かさも倍増する3つの罠というね、そんなお話をお伝えをしたんですけれども、僕たちは、まあ、波動に応じて見える世界がいろいろ変わるんですけれども、波動が高い世界の方が幸せも豊かさも増えます。で、自分が普段のどこにいるかの基本の波動っていうのがあるんですよね。どこにいるかの基本の波動の場所っていうのはもちろんあります。上げていけばいいんだけれども、上げていけばね、でも人はやっぱですね、怠けちゃうんですよね。僕もそうだし、で、下がるのはすぐ下がります。下がるのはすぐ下がっちゃうんです。何か怠けたりとか、何かおろそかにしたりとか、人はやっぱ状態が悪くなるのはすぐ悪くなりますので、上げるのはやっぱ意識的にやらないとなかなか上がらないっていうのが現状ではあるんですよね。下がるのは簡単、上がるのは意識的にしないと上がらない。で、もうちょっと言うとストレスはかかります。上がるの。下がるのはそれほどストレスかからないですよね。やっぱ怠けちゃいますから。ストレスって言うと、例えば、腰が痛いと。腰が痛いときて、なんか姿勢がずれてたりするんですよね。姿勢がずれてたりするから腰が痛い。で、自分の体型に言ったら、本当はこの理想的な姿勢があるんだけれども、それが歪んでるから歪みが腰にね、一点に集中して腰が痛くなる。じゃあ、解決策としては、この姿勢を正すことじゃないですか。でも人って絶対楽な方に流れちゃうんですよね。今歪んでるんだけれども、この歪んだ姿勢が楽だからずっとそれをやってるんですよ。で、ずっとやってるもんだから腰に負担がかかって腰痛になるんですよね。じゃあ最適なのは正しい姿勢だけれども、正しい姿勢にするときっていうのはストレスがかかるんですよ。なぜなら歪んだ姿勢に応じて筋肉がついて、どこかの筋肉が弱くなって、ここの筋肉がついてみたいな、この歪んだ姿勢に応じた体の状態が出来上がってるんですよ。で、これを正しい姿勢に戻していこうとすると、どこか硬くなっているところを緩めないといけないし、どこか衰えてた筋肉をつけないといけないので、そうするとやっぱストレスがかかるんですよ。理想、こっちの方が絶対いいんだけれども、歪んだ方が楽なんですよね。だから楽に流されていくとずっと腰は痛いなままなんです。だから、いい方向に変わろうとするときも、やっぱりストレスはかかります。生活習慣もどこか変えていかないといけないとか。でも、それは、
そのストレスっていうのはかかって叱るべしなので、そこをやっぱ超えていく必要はありますよね。だから波動っていうのは体、心、エネルギー、環境とは言ってますけれども、やっぱり体を整える習慣がない人は体を整えた方がいいですし、その一時的に体を整えることに関してはやっぱりある程度ストレスがかかる。運動習慣ない方がいきなり運動しようとしてもなかなか難しいので、それでもやっていかないとやっぱり体の状態というのは悪くなっていくので、なので下がるのは簡単だけど上がるのはやっぱりある程度ストレスはかかるということをぜひね、そこも知っておいていただければと思います。ただ上げていくときに一気にやらないことです。変わるのは、変わるコツはもうこれです。少しずつです。少しずつ。僕も、運動習慣つけていこうと思って、昔、もう今はもう慣れっこですけれども、もう昔歩き出したことがあったんですけれども、最初はもう5分歩くってことから始めたんですよね。5分歩く。で、5分歩く。もうただそれが目的。5分歩くことを目標にしてたんです。で、それ慣れていったらそれが10分になり、15分になりって。今30分以上歩いても全然平気ですけれども、少しずつやるっていうね。これを意識してます。で、僕がお世話になっているコンサルの方なんかは、運動不足で、僕よりも年上の女性ですけれども、運動不足だなと思って。で、毎日腕立てを始めたって言ってましたね。最初は1回だけって言ってました。で、1回できるようになったら2回、2回できるようになったら3回って、ちょっとずつ増やしていってるって言いましたが、そんな感じです。と一気に変えようとしない。少しずつ慣らしながら、変えていく。歪んだ姿勢もいきなりまっすぐにしたら、また逆に負荷がかかるので、ちょっとずつ取り組んでいくっていうことをしてみてください。そうすると、知らない間に慣れますから、負荷かかったこともな、それは慣れてないからだけなので、慣れていくので、少しずつ慣らすぐらいにしていただくと、確実に、時間はかかっても確実に変わりますので、ぜひ、少しずつっていうことを意識する。それは、常に常に思っておいていただければと思います。本日のおまけの話も以上になります。それでは、いつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます。それでは失礼します。いつもありがとうございます。こんにちは、桑名正則です。今日波動チャンネル初めてご覧いただく皆様、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも波動チャンネルご覧いただいている皆様、いつもありがとうございます。今日の波動チャンネルは、気をつけて波動的人の見分け方という、そんなお話をお伝えをしていきます。今、波動完全マスターシリーズというのを取っていってるんですけれども、ホワイトボードを使って波動について、簡単にと詳しく解説していってます。波動を知れば引き寄せは簡単とか、いろんな動画を撮っておりますので、興味ある方はぜひこちらコメント欄に貼り付けておきますので、コメント欄チェックいただければと思います。で、今日は人の見分け方なんですけれども、今日のお話をしようと思ったのは、先日 X の方で、Twitter ですよね、X の方でもつぶやいたんですけれども、僕の視聴者の方からのご質問で、その時は占い師さんでした。占い師の方からこういったアドバイスをされたんですけれども、どう思いますかという。で、そのアドバイスというか、鑑定が非常に良くないというか、僕からしたらなんでそんなことを言うのというね、そんなアドバイスだったんですよね。で、アドバイスを聞いていい人と聞かない方がいい人っていうのがあります。で、その見分け方を今日はお伝えをしていきます。で、一般的なそういった占い師の方とか、そうじゃない、もっと日常の中でいろんな方アドバイスあるかと思うんですけれども、それについてと、あとスピリチュアル特有のお話もございますので、スピリチュアル見える聞こえる人ですよね。そういう人たちのこともあるので、その辺の、注意喚起というかね、そんなお話をお伝えをしていきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。で、このチャンネルでは、波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。はい。波動的人の見分け方というね、そんなお話をしていきますけれども、いつも、波動は二つのもの、状態と行動、この二つで変わりますよと。で、状態というのは体の状態、心の状態、エネルギーというものの状態、
環境の状態、環境っていうのは住環境と人間関係ですよね。この4つの部分の相互作用で、決まってきますと。行動っていうのは真言密教で、真悔というね、真言、苦言、異言というんですけれども、真言密教で人生に影響を与える3つの業がありますよと。で、その3つっていうのは真言、苦言、異言、真悔って言ったりしますが、で、この業っていうのは振る舞いのことです。つまり、信号っていうのは体の振る舞いなので行動そのものですよね。で、苦号っていうのは口癖です。異号っていうのは、まあ、何を考えてるか、思考とかね。そういったものですよね。まあ、あと、意識していることだから、志であったりとか、まあ、そういった部分です。これら、合計7個の部分の相互作用で、なってるんですよね。で、アドバイスもやっぱ波動で見える現実、ちょっと狭いですけど、波動で、この4つの状態と3つの行動でその人の波動が変わるんですけれども、波動によって見える現実、出会う人、入ってくる情報、あと気に入る場所、それらが全然違うんですよね。今4番の波動のところいるとして、でちょっと波動を上げると見える現実が変わるんですよ。出会う人とかも変わります。また波動を上げると見える現実は変わるし、出会う人は変わるし、入ってくる情報とかも変わるんですよね。で、波動は低い世界よりも高い世界、波動が低い現実よりも高い現実の方が感じる幸せ度や豊かさ度っていうのは高くなります。で、いい人も多くなります。素敵な情報も増えます。波動が高い方がね。そういう風になって。で、この波動なんですけど、考え方とかも波動で変わるんですよね。考え方とか価値観とかもね、波動で変わります。人からアドバイス受けてそれを実行するっていう仕事とかじゃなくて、まあ生き方とか、まあそういう部分が多いかと。仕事はまあ上司からのアドバイスはそれは聞いた方がいいですけど、普通に自分の生き方とか人生において誰かのアドバイスを採用して自分がやるって時に、波動が自分よりも高い人からのアドバイスであれば、それを信じて実行すると自分もその波動になっていくことができるんですけど、波動が低い人からのアドバイスっていうのは気をつけた方がいいんですよね。波動が低い人はこの4番よりもっと低い8番とかね、9番とか、こういう人が持っている考え方、情報とかね、それを信じると波動低くなっちゃいますから、だから今の自分よりも波動が高い人からのアドバイスっていうのを見ていくと、意識していくといいんですよね。それは信じてやられるといいです。で、僕はよく言ってますけれども、自分が実現したいことがあるなら実現している人に聞いた方がいいとは言ってるんですけれども、それは今の自分がここの 1,2,3,4 番にいるとして、自分が実現したい世界が1番であるなら、この1番の現実を引き寄せたかったり、実現したいんであれば、そこにいる人に会うのが一番手っ取り早いですよね。で、その人からアドバイス受ければいいわけなんですけれども、まあ、その話、この波動の3つの罠のとこで、お伝えしているので、この5番目の波動の3つの罠、それちょっと見ていただくとね、いいなと思いますが、アドバイスしてもらうときに、だから今の自分よりも波動の低い人とかだと、やっぱり波動の低いアドバイスになるんだけど、それはそのアドバイス自体は先ほどの占い師の方のように、なんか権威があったりするとちょっと見分けがつかないですよね。どういうことなんだろうっていう。で、その人の波動がどういう波動かっていうのは、この辺に現れてくるので、この体とか心、エネルギーとか環境とかね、口癖とか、そういったところに現れてくるので、こういったところを見るといいですよという。まあ、心はあんまわかんないですけどね。エネルギーもちょっとわかりづらいですけれども、一番わかりやすいのはこの体です。
服装、服装を見るといいです。服装がちょっと不潔だったりとか、なんかおどろおどろしい感じだったりとか、身なりが汚い、不潔、あと破れているとか、そういった部分を見るといいですよね。波動が下がってくると服装が乱れます。まあ、形が乱れるんですよね。だから髪型とかももうボサボサだったりとか、メイクとかもちょっと変な感じとかね。見ると、まあ、おどろおどろしいって感じです。ね。あと、貧相。貧相な感じだと、やっぱり、波動って、低くなりますのでね。服装、髪型。まあ、肌とかは人によってね、なんか肌荒れひどかったりとか、そこ体質的なところもあるので、肌とかはちょっと見分けはつきづらいところもあるんですけれども、服装とか髪型とかね、そういった部分は見られるといいですよね。あと、表情です。表情がね、ちょっと険しい表情とかね、暗い表情とか、なってくると、気をつけた方がいいですよね。で、住環境はちょっと見れないですけれども、その人の人間関係見れたらすごくいいですよね。人は、類は友を呼ぶと言いますが、自分の波動と同じような人と普段付き合うので、その人の人間関係が見れるなら見るといいですよね。その周りにいる人たちがなんかちょっと変な感じの人が多いとか、なんかちょっと素敵な感じじゃないなっていうね、そうだと気をつけた方がいいですよね。あと行動とかわからないですけど、一番ここは出やすいですよね。口癖。口癖が命令口調だったりとか、あと言葉が汚いとかになってくると、あと支配的とかね、口癖がネガティブだったり、まあネガティブも、僕たちも、僕もそうですけど、言葉汚かったりしますので、でもまあなんか人を支配的だったり、なんかそういうことになってくると、ちょっと気をつけた方がいいですよね。こういうとこ、服装や表情ね、身なりに現れます。あと髪型とか、それと人間関係を見る、あと口癖を見る、こういったところをちょっとよく観察していくといいかなと。逆に、服装がで清潔感があって安心できる感じがあったりとか、あとなんか素敵なね、キラキラした素敵な感じであれば服装の部分はいいし、表情もね、パッと明るい人いるじゃないですか。パッと明るくて、なんか穏やかそうな人、穏やかな人なんかは波動高いのでいいですよね。はい。あと口癖も人を勇気づけたりとか、穏やかもありますし、逆に支配的だったり、なんか喧嘩っぱいはしょうがないか。まあ、口癖もなんか勇気づけるようなことを言ってくれたりね。そんな感じだといいかなと思います。この辺のことを気をつけられると見分けがつくと思うのでね。でね、もう一つ、スピリチュアルな世界あるじゃないですか。見える、聞こえる。これがまた、なんていうのかな、信じやすいんですよね。見える人すごいって思いがちですから、まあ、霊が見える、前世が見えるとか、いろいろあるんですけれども、それもね、注意が必要で、見えるからすごいわけじゃないですよね。で、波動ね。1、2。ここに現実、何回も書きますけど、まあ現実、人、情報、場所ね。波動で変わるんです。これ見える世界です。見える世界。実は見えない世界。見えない世界も波動ってあるんですよね。波動高いと、まあ神様とか、まあ天使とかあるんですかね。まあこの辺ちょっとあれですけど、波動低い存在もいるんですよ。見えない世界ね。霊とか、ご先祖様の霊とかもありますし、変な霊も自爆霊とかもあるし、あと動物霊とかもあるんですよね。こういうの、ほんまかいなと思うかもしれないんですけど、結構あったりするんですよね。で、神様も、貧乏神、薬病神、死神もあったりするって言うじゃないですか。こういうのもあるんですよね。
だから見えるからってすごいわけじゃなくて、その人の波動に共鳴する部分が見えたり聞こえたりするっていうね。で、厄介なのがこの動物霊とかって実際あったりするんですけど、動物霊も奇跡を起こせたりするんですよね。すごいお金を稼がせてくれたりとか、あと不治の病を治したりとかっていうことがあります。まあそういうことがあったりするんですよね。はい、あんまり怪しいとか思わないでくださいね。怪しいとか思わない、まあ、でもそういうのがあるんですよ。そしたらこの人奇跡を起こせる、この人不治の病治せるから波動高い人だと思っても、実は波動が低かったりするので、だから見えない世界を見えたり聞こえたり感じたりするからすごいってあんまり思わない方がいいです。それって、例えば一つの才能なんです。計算が早いとか、経理ができるとかね、掃除が上手とかね、そういった才能の一つなんです。才能の一つ。それが才能があるからといってすごいわけじゃなくて、で、見えない世界の感覚がある人ほど、この人はどういう波動なのかっていうのをよく見た方がいいです。で、見分け方は先のほどの、通りで、やっぱり命令口調とかね、支配的だとすると、その人はどういう世界とつながっているのかね。っていうのが、詳しくは言及はしないですけれども、おぼろげながら感じられると思います。やっぱり穏やかで素敵な人は波動は高いからいいかなと思いますけれども、いくらすごいことができるからといって、その人が波動がちょっといまいちだったら、こういうところとつながってたりね、しますので、この辺のところは、スピリチュアルな世界特有のものですけれども、なんかやっぱ結構多いので、見えるからといって、ちょっとね、傲慢になって、で、変なことになってしまうってことも多いですし、あの人見えるからって言って、そのアドバイスを聞くことで、破滅してしまうっていうことも結構あるので、そういう変な、波動低い人ほど破滅に追いやられてしまう、破滅に追いやったりするのでね、そういうのも十分気をつけていただくといいかなと思います。はい。いいですかね。ちょっと怪しい話でしたけれども、大丈夫ですかね。まあでも、知っておいた方がいいこともあると思いますので、そういうのがよく馴染みのない方も、そんなのもあるのかな程度で、聞いておいていただければ ありがたいなと思います。怪しいからといって、これはないと決めつけずに、そういうこともあるのかなぐらいで、覚えておいていただくとね、いいかなと思います。今日のお話は、気をつけて波動的人の見分け方という、そんなお話をお伝えをさせていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。で、LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージをお送りしてます。願望実現のお話や波動のお話やメンタルのお話、そんなメッセージをお送りしてますので、よろしければそちらもご登録ください。登録先は概要欄に貼り付けておりますので、概要欄をチェックしてご登録いただければと思います。そして、今日のこの話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいらっしゃれば、ぜひお友達にもシェアをしてあげてください。それでは、いつも波動チャンネルご覧いただき、どうもありがとうございます。で、ここからおまけのお話になりますが、今日は人のね、見分け方というね、そんなお話ですが、まあ、あんまりね、周りの人をジャッジするっていうのは失礼なことなので、それは避けた方がいいですけれども、でもアドバイス聞くって結構大事なことなので、そのアドバイスが間違ってたとしたら、自分の人生もね、おかしな方向に行ってしまうので、普段はそういうジャッジはしないようにした方がいいですよね。ただ、何か重要なね、意思決定の時とかは、どういう人からアドバイスを受けるかっていうのは結構注意した方がいいなとは思います。で、もう一つ気をつけておいていただきたいのが、例えば占い師さんとか何でもいいんですけれども、霊能者の方とか、あなたこうですよね、でより良くなる方法、自分の人生がより良くなる方法まで言ってくれる人のことは信じたらいいかなと思いますが、言いっぱなしの人のことはもう話半分にした方がいいかなとは思います。例えばあなた、今年から、この前もありましたけど、今年から大作家です。以上。いや、それはちょっと怖がらせるだけで、私大作家だけど、この私どう生きたらいいのっていうね、そこまでアドバイスしてくれる人のことは信じていいんじゃないかなと。前あったのは、
あなたの寿命は65歳ですって、僕の生徒の方が言われてね。で、どうなんですかって、言われたんですけれども、そんな失礼な話ないじゃないですか。あ、そんな失礼な話、なくて、いや、その人は実力ないから信じなくていいですとは言いましたけれども、本当に寿命が見れるのが本当にそこはわからないですけど、そんなことはあるので、あと霊能者で、霊能者というか、霊が見えるみたいな人でいるのは、あなた、変なのついてるよって言って取ってくれない人ね。ついてるって言うなら取ってくれよって話で、そうやって言いっぱなしの人のはあんまり近寄らない方がいいかなと思うので、僕も占いで言うと被害を受けたことがあって、何かっていうと、僕の、昔の生徒の人がですよね、ある占い師さんにアドバイス受けて、で、なんて言ったかっていうとね、まあ、どんな話の流れでその話になったかわかんないですけど、その僕の生徒さんが聞いたのかもわかんないですけど、僕がその人のことを狙ってるって言ったんですよ。ね。びっくりして、そんなわけないの、僕狙うも何も一回もそんなこと思ったことも一回もじゃないな、一秒たりとも思ったことないのに、僕が狙ってるって言って、で、その後会を離れていかれたんですけれども、僕は会でやってるのはすごく誠実にね、その人の人生がより良くなるため誠実にやってて、その人はまだ途中だったのに、その占い師さんのことを信じて離れていかれると、そしたらその人の人生がそこで本当はより良くなるはずだったのに、そこで止まってしまうっていう非常に憤りを覚えたことがありましたよね。だから、なんか無責任なことを言う人のことはあんまり信じない方がいいなっていうことはよく思うので、で、そういうお仕事をされている方は、この前占い師トッシーさんとね、対談で、お話聞いて、トッシーさんもそういう人のはあんま信じない方がいいとは言ってました。で、トッシーさんが稼げる占い師の条件としていくつか教えていただいたんですけれども、その中の一つに人間性っていうのがありました。人間性、やっぱそこがめちゃくちゃ大事なので、その辺のところをね、しっかりと見極めて、だからといって僕は占いは否定してるわけではないので、なので、楽しい付き合い方、自分の人生が良くなるために、活用するものなので、だからいい活用の方法をね、していただくといいんじゃないかなと思いますので、実際寿命65歳までって言われたりとか、霊がついてるって言われて、そしたら怖くなるじゃないですか。怖くなったりとか、否定的な、まあネガティブになるじゃないですか。そうなったら、そのネガティブな心になると波動下がりますから、それは良くないですよね。そうじゃなくて、楽しい、自分のことを信じられるとか、自分ってこれで良かったんだと思えるとかね、周りの人のこととの関係性が変わるようなお話とか、そういったアドバイスをいただける方、そういう人もいっぱいいらっしゃるので、そういう人のアドバイスをね、聞かれるといいなと思います。ぜひ、見分け方、人をジャッジするんではなくて、アドバイスを受けるときに、参考にしていただければと思います。本日のお話、おまけのお話も以上になります。それでは、波動チャンネルご覧いただきまして、どうもありがとうございます。それでは失礼します。ありがとうございます。こんにちは、コンサルタントの桑名正則です。今日初めてこのチャンネルご覧いただいている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしていつも波動チャンネルご覧いただいている皆様、いつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます。今日は波動的すでにあるを徹底解説、幸せも豊かさもすでにあるから今すぐ幸せに豊かになれるという、そんなお話をお伝えをしていきます。幸せになりたいとか、豊かになりたいとか、幸せな現実を引き寄せたいとか、豊かな現実を引き寄せたいとかで、今ないからそれを引き寄せたいって思われる方もたくさんいると思うんですけれども、実は幸せも豊かさもすぐそばにあるんですよね。すぐそばにあるから、そこにアクセスするとすぐに幸せにも豊かにもなれるんだけれども、なかなかそうは思えないということで、今日は波動的な解説をさせていただきます。実は今日のお話は、すでにあるっていうのは YouTube 業界の中で結構前から言われてるお話で、他の方が皆さん言われてるので、僕はお話しする必要ないかなと思ってたら、僕のお客様、会員の方からこのすでにあるっていうお話を波動的に解説してほしいという、ご要望がありましたので、波動的な考え方で、すでにある、じゃ あ今すぐ幸せに豊かになるにはどうすればいいのかということをお伝えをさせていただきますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。で、波動というね、お話なんですけれども、波動って
昔からあの人とは波長が合う、もうそれは波動のことなんですよね。全てのもの、人もそうですけれども、全てのものは振動しているというね、そんな概念から来て、で波長が合うの波長は、こういう波動っていうのは、上に上がって元に戻って下に行って元に戻る、これが一つの波として、これと同じ波が連続してたくさん出ているっていうのが、波動なんですけれども、この一つの波の長さのことを波長というとね、波長で気が合う A さんと自分と A さん、気が合うっていうのは波長が合うと言いますが、それってどういうことかというと、似たような波長が合うですから、似たような波を出しているというね、似たような波を出している者同士は気が合う。で情報にも実は波動があります。情報、自分と似たような波動の情報っていうのはしっくりくるんですよね。しっくりで、自分と似たような波動を出している場所は居心地よく感じます。すべて波動っていうものを持ってるんですよね。まあ、この辺の細かい説明に関しては、この波動完全マスターシリーズというね、を今6番目まで出しているので、ぜひこちら1からご覧いただければと思います。コメント欄にリンクをつけておきますので、ぜひそちらご覧いただければと思います。あと僕の本で言うと、波動に関しての基本的なお話に関しては、この波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わる、こちら出版社から波動の基本的な教科書になる本を書いてくださいという、そういうご依頼で書いた本なので、波動の基本のお話書いてますので、ぜひご覧いただければと思います。で、大事なのは、自分と気の合う人と普段会うような、自分がしっくりくる情報に触れるようになるし、自分が居心地いい場所に人は集まるようになるんですよね。で、実は現実、見える現実、波動が上が高い、このね、波の出方が人それぞれ違うんですよね。こういう波の人もいれば、きめ細かい波の人もいれば、で波動が高い低いっていうのがあります。まあ、その辺はマスターシリーズ、完全マスターシリーズで言ってるので、ちょっと端折りますけれども、波動が高い現実ってあります。波動が高い人っているんですよね。波動が高い情報ってあります。波動の高い場所っていうのが、で、波動が高い世界は、より幸せや豊かさを感じやすくなる。波動が低い現実よりも波動が高い現実の方が、より感じる幸せ度や豊かさ度っていうのは上がります。より豊かな気持ちになったりとか、より幸せな気持ちを感じる現実、より幸せで豊かさを感じる人、より幸せで豊かさを感じる情報や場所っていうのが、で実は波動で現実って明確に分かれます。波動が低い世界の現実があれば、そこには波動が低い人が集まってて、波動の低い情報、なんかネガティブな情報とか破壊的な情報とか、そういうものが集まってて、でそこの場所っていうのは結構荒れてるんですよね。なんか乱雑だったりとか、暗かったりとかする、そういう現実もあれば、ここは波動の高い現実の世界には素敵な人がいたり、素敵な情報、いい言葉、前向きな素敵な言葉が流れてたりとか、世のため人のための情報が流れてたりとか、あと場所、すごく気持ちのいい場所とかね、現実には波動で、もっと下もあるし、もっと上もありますけれども、いろんな現実があるというね、これがまず大前提になりますけれども、例えば今の自分が、自分ね、この、まあ、1,2,3,4 で表すと、1番2番3番4番5番、まあ、こういう現実があって、今の自分が4番の波動を持ってたとしたら、他のものは全て消えるんです。見えなくなる、見えなくなる。で4番の現実や4番の情報や4番の場所っていうのが見えてくるんですよね。で自分が3番に変わると、ちょっとね、いろんなことを、3番に変わると3番の現実が見えて、でこの4番の世界が離れているね。例えばなんか、いろんなこと取り組んで最近すごく調子いいなと、思ってくると、なんか自分が前向きにね、いろんなことが変わってくる過程で、今まで気に入ってたお店の味が気に入らなくなった、今まで気に入ってたお店の居心地が悪くなったりとか、なんか店員さんの態度が目につくようになったり、そこの怒られてるお客さんの層が、なんかちょっと文句ばっかりとか愚痴ばっかり言ってて気になるなとか、そうな
るんですよね。で、それと時を同じくして、通勤経路でずっと歩いてると、ここに今まで気づかなかったようなお店が見えてくるんですよね。今まで気づかなくて、行ってみるとすごい素敵なお店で、でもここいつからあるんですかって聞くと5年前からあったりするんですよ。今まで全然気づかないですよね。そんな感じで、今まで気に入って行ってたお店がなんか違和感が出てくるっていうのは、自分が今まで4番の時は気が合うので居心地よく感じるんだけれども、自分の波動が変わるとなんか居心地が悪くなってくるんですよね。店員さんの態度気になったり、お客さんの話題とかがなんかすごく耳について嫌になったりとかで、時を同じくして、新しく気に入るお店を見つけるんだけれども、そのお店は5年前からあるんだけれども、今まで自分が4番だったから気づかないですよね。そういう風になってます。実際僕はエネルギーワークをしたりする会があるんですけれども、東京、大阪、名古屋、福岡でやってるんですけれども、ある東京でずっと通われてた会員の方が、ちょっと引っ越しで四国に行かれるということがあってね。で、その時に僕は大阪でも名古屋でも福岡でも参加できるし、東京来られても参加できるので、いつでも会えるんですけれども、でも東京では遠くなるので、じゃあゆかりのあった皆さんで、送別会しましょうかつってしたことがあるんですよね。もう今から 3,4 年とかぐらい前だと思うんですけれども、で送別会をしたら、それが表参道のあるイタリアンのお店でして、そしたらその送別されるその人ですよね、引っ越されるその人が、このお店来てみたかったからすごく嬉しいと、でもこのお店去年1年前はなかったですよねって言うんですよね。私この前通ったけどなかったって言うんですよ。でも僕はそのお店その時点で、2年前から行ってるお店だったんです。その方はそのお店の前は確かに通ってるんですよね。お店があって確かに通ってるんだけれども、その時このお店と波動が合ってなければ見えないんですよね。見えないとその人は何て思うかっていうと、そのお店なかったって言うんですよ。で、この時は目の前通った時はこの人のその時の波動と共鳴するものに気づくの。こっちのお店とかなんか道行く人とかね、スマホとかね、その時に共鳴するものに気づくので、あるんだけれども見えてないですよね。そういうものです。あと昔、僕は関西で仕事してた時に明石っていう町でね、カウンセリングしてたんです。で、大阪方面からカウンセリングに来られると、必ず電車で来られると必ず瀬戸内海の穏やかな海の横を通る区間があるんですよね。で、晴れてる日はそのね、海がすごくキラキラしてて綺麗ですよ。で、僕その景色がすごく好きで、今も通ると見るんですけど、でカウンセリング来られた方にいつも聞いてたんですよね。海見ましたかって聞くとね、ほとんどの方は見てないですよね。綺麗な景色って波動が高いですよね。でも必ずその横を通るのに見てない、自分の波動と合うものを見ますので、それがスマホの情報であったりとか中吊り広告であったり、逆の景色であったり、車内にいる人であったりね、同じ波動のものに意識が行くので、この波動の高い綺麗な景色っていうのは見えないっていうね、そういう風になって、でここで気づいてほしいのは、すでにあるっていうね、すでにその綺麗な波動の高い景色はここにあるんですよね。すでにある、その素敵な行ってみたかったお店はすでにあったんです。でいろんな現実は本当はすでにある。その綺麗な景色を見れたらすごくね、心が現れるんですよね。で感動するんですよね。でそれって幸せで豊かな現実ではあるんだけれども、今の自分が3番、まあ4番にしときましょう。4番の時には見えないんですよね。見えない、本当にあるんだけれども見えない。だから実は自分の周りにはいろんな現実がすでにあるっていうね、すでにあるんだけれどもアクセスしていないだけっていうね、全てはすでにあるんだけれどもアクセスしてないだけ。じゃあアクセスすると簡単なんです。だから波動が一番になればそれは見えてくるんです。より幸せで豊かな現実っていうのがね、これをまずは知っておいていただくといいかなと思います。だから今の自分の波動を整えていけば、その波動の世界っていうのは見えてきますから。じゃあより幸せで、豊かな世界っていうのはもうすぐ周りにあるので、それに共鳴できる自分であればですよね。そこに共鳴できる自分であれば、じゃあ波動って何で変わるかっていうと、一つ、まあ状態、四つの状態で結構変わるので、体、心、エネルギー、環境。ここから2つの視点でお話をしていきますが、1つは
今周りにある幸せで豊かな現実に気づく自分になる、つまり先ほどの一番の波動になるっていうお話と、もう一つは引き寄せですね。望む世界を引き寄せるにはどうしたらいいかっていう、そこの部分をお伝えしていきます。で、まず一つ目の幸せや豊かさに気づくにはどうしたらいいかっていうと、体をまず、整えることですよね。体の状態を整える、そうだな、まず健康であることです。健康であるところとか、まあ細かいことはね、このどれかな、1番2番で言ってるので、そちらもご覧いただければと思いますが、健康には栄養、運動、睡眠、この辺気をつけて取っていただくといいですよね。それと身なりをですね、清潔感あるもの、安心感のあるものにしていかれるといいですよね。あとね、呼吸を深くゆっくりしていくと波動って高くなります。で、心の部分は何かというと、まあ、こうやってこうしましょうか。で、心の部分はですね、潜在意識の中にネガティブ感情がいっぱい溜まってますので、僕たちはそれを吐き出すぐるぐるワークっていうのがあるんです。ぐるぐるは潜在意識のクリーニング、心のクリーニング、簡単に言うと、過去に怒った時とか悲しかった時とか、まあネガティブ感情を感じた時のことを思い出しながら、白紙にぐるぐるって書いてください。これはチラシの裏でもいいし、ぐるぐる書くのはボールペンでも鉛筆でも何色でもいいです。ぐるぐるって書いてます。で、出たなと思ったらビリビリに破って火で燃やしてください。で、火はちょっとずつ燃やせばそんな気にならないので、火事になるとかはないので、ちょっとずつ燃やすか、それか、それでも火が怖いっていう方は、水に溶ける紙を買ってきていただいて、Amazon とか売ってますので、それビリ書いてビリビリに破って水に流してください。この水に流すとか火で燃やしてめちゃくちゃ効果あるので、ここまでやっていただければと思います。で、やり方は僕の本6冊ありますが、どの本にも書いてるので、そちらご覧いただければと思います。もちろんこちらの本にも書いてるので、ぜひこれで潜在意識の浄化クリーニングっていうのをやっていただければと思います。で、エネルギーを整えるのにはどうしたらいいかっていうと、お清め、浄化です。で、僕は新月満月の時に新月の祈り誓い瞑想動画、満月の時にはお清め、浄化瞑想動画っていうのを出してますので、そちら48時間公開してますので、そちら無料で、受けられるお清めの動画があります。こちらの中にお清めの方法、成功している人はなぜお清めをするのか、こちらの方にお清めの方法いろいろ書いてますし、お清めのための動画も入っているので、ご覧いただければと思います。そうやってエネルギーで浄化するっていうのもあるし、あと海由来のお塩をお風呂に入れる、お風呂に入れてそこに入ってね、たっぷり汗かくんですよね。そうすると清められたりとかね、そういうことされるといいかなと思います。まあ他にいろいろあるんですけれども、代表的なのはそういった。で、環境はですね、人間関係と、住環境がすごく大事です。住環境でいうと掃除、断捨離をしてください。断捨離ね。で、人間関係はネガティブな人と距離を、喧嘩しなくていいので、ネガティブな人とちょっと距離を置くようにね、されると。こういうことをどれからでもいいです。一気に全部はなかなかできないので、やりやすいところから、どれからでもいいので整えていくと、今すでに周りにある幸せや豊かさっていうのがすぐ見えてきますのでね、すでにありますから、それをぜひやっていただければと思います。それと二つ目、引き寄せです。引き寄せ、実は引き寄せはすでにその現実はあるんですけれども、波動の幅っていうのがあるんですよね。僕たちはアクセスできる波動の幅っていうのがあるんです。先ほどの 1,2,3,4 であったとして、それぞれに現実、人、情報、環境っていうのがありますけれども、こういう幅があったら、自分の中にいい自分とダメな自分ってあるんですよね。いい自分っていうのは自分の中の前向きな優しい、自分なんですけど、でも自分の中に横島な自分も いるでしょ、で、人っていい人だし悪い人なんですよね。で、優しいし冷たいし頑張り屋さんだし怠け者、そういういい自分とダメな自分、悪い自分っていうのがいて、自分の中にいろんな波動の自分がいるんです。上がいい自分プラスね、下がマイナスで、このいい自分とマイナスの自分、それぞれに波動っていうのが、いい自分一番の時、これ波動高いですから、その波動の現実にアクセスできるんです。このいい自分の時で、ダメな自分の時は泣き面に鉢って言いますけれども、ネガティブになってるとネガティブな現実アクセスするのは、この4番の自分にアクセスするのは、
クセスしている時、その4番に共鳴する自分、現実に遭遇するんですよね。で、こういう幅があって、自分が引き寄せたい現実がここにある場合、今はこの幅の範囲内でしかアクセスできないんですよね。この幅の範囲内でしかアクセスできない。でもここの現実を引き寄せたかったら幅を広げていく必要があるんですよ。で、この波動の幅って上下同時に開いていきますので、で、こうやってちょっとずつ開いていって、この現実、ここの波動の現実が自分の波動の幅の中に入ってくるとアクセスできるようになる。だからこのここの現実っていうのはすでにあるんですよ。周りにあるんだけれども、まだアクセスできないっていうことがあります。まだアクセスできない、これが実は引き寄せのタイムラグの正体で、この4番目の波動完全マスターシリーズの4番目の動画で引き寄せのタイムラグの正体っていう話をお話してますので、そちらもっと詳しく言ってるのでご覧いただければと思いますが、まあそのことがある前提で引き寄せを起こしたい時には、まず体は理想、少しでもキラキラした、まあ、理想の状態、理想の自分の服装をすることです。それを引き寄せている自分の服装を今からすることです。まあ、キラキラした服装かもしれないですし、高価なものかもしれないですけど、ただ、金額的に高価なものは、バランスをちゃんととってください。身の丈。いきなり、今、普段は、そうだな、ユニクロで、服を買ってる。言い悪いじゃないですよ。ユニクロで服買ってる人が、理想の自分は、エルメス着てるなと思って、ね、エルメスのバーキン持ってるなと思って、今、バーキン買ってもなかなか、普段使いできないので、普段使いするっていうのが大事なので、この身の丈っていうのは大切にしてください。ただ、その理想の服装にちょっとでも近づけるように、整えていかれるといいかなと思います。実際、今、例えば、ユニクロで普段物買ってて、いきなりバーキン買っても、持つとそわそわするんですよね。で、他の服とも合ってないし。これ何かっていうと、やっぱ、今の自分がその波動ではないから、違和感が出るんですよ。居心地悪く感じるんですよね。波動が違いすぎてね、そういうものが、だからちょっとずつでいいので服装を近づけるってことをしてください。で、心はね、セルフイメージなんですよね。自分で自分のことをどう思ってるか、自己認識と言ったりします。自分のことを素晴らしいって思ってたり、自分のこと価値があるって思ってたりすると、現実に素晴らしい現実が見えてきて、自分を素晴らしいと思ってあげていい現実が見えるし、自分は価値があるんだって思う現実が見えるし、自分のことダメだダメだって思ってるとダメな現実が見えるんですよね。だからこの理想の引き寄せてる自分のセルフイメージっていうのをちょっと書き出されるといいですよね。この自分は自分のことこう思ってるよな、好きって思ってるよなとか、もっと自信がありそうだよなとかね、こういう価値があるって思ってるよなとか、だから月収100万の人は自分は100万の価値の提供をしているって思ってますから、だからその理想のセルフイメージ、理想の自分のセルフイメージ、この絵を引き寄せたい自分はどんなセルフイメージを持ってるかっていうことをちょっと書き出して、それをね毎日唱えるといいんですよね。最初は違和感ありますけれども、でもそれずっとね自分の中にインストールしていくとちょっとずつ変わってきて、エネルギーはちょっと専門的な話になるんですけれども、ブロック外しというね、ブロック外しすることがすごく大事、それ大事なので、まあ、これ、がっつり浄化とブロック外しセミナーっていうのを僕やってますので、そちら来ていただけるとね詳しく説明できるんですけれども、この多分タイムラグの正体でも説明してるかもしれないですけどね、まあ、ここはちょっと保留にしておきます。それと環境はですね、理想の場所に行くことです。理想の場所にちょっと、行ったりして、その空気感感じてみてください。このね、引き寄せたい現実の自分は、ホテルのラウンジに行ってるなと思ったら、そういうとこ行ってみるといいですし、ただし、一流ホテルとか泊まろうと思ったら、すごく高いので、あんまそういう無理はしない方がいいかなと思いますけれども、これも今の自分の経済状態とね、しっかりと向き合いながらされるといいかなと思いますね。僕は、昔、すごい昔、駆け出しの頃、メンターに、グリーン車乗れって言われてて、新幹線。当時、関西いたんですけれども、東京にねセミナーに通ったりすると、無理してグリーン車乗ってましたけど苦しかったので、もうちょっと多分やりようがあったかなと思いますが、でもそのメンターはこの場所のことを言ってたんですよね。グリーン車乗ってそれに馴染みなさいっていうことはよく言われてましたね。あと、この引き寄せたい現実を実現している人に会うことです。実現している人に会っている人、人間関係の部分で実現している人に会って少しでも同じ時間を過ごせるようにされると、ちょっと
っとずつマインドが変わったりとかね、その波動っていうのを触れることができますので、こういうことをされるとちょっとずつその自分の波動の幅が広がってきますので、そしたら波動の幅が理想の引き寄せたい現実が自分の波動の幅の内側になってくると、すでに、本当はあるのでね、引き寄せられるようになります。そこはちょっと引き寄せってなってくると、今すぐにっていうのは人それぞれになる、なるんですけれども、波動の幅を広げていけばすぐにアクセスできるようにはなるのでね、ぜひ参考にしていただくといいかなと思います。僕は2年前ぐらいかな、駆け出しの頃に、書いてた夢があったんですよね。それ見つけて、でその中で、あることはね、今から2年前、これもうすぐ叶えれるじゃんと思って一瞬で叶えましたけれども、だから波動の幅の内側に、あるものは一瞬で叶うんですよね。ただ僕が初めて本を出した時も、今から5年ぐらい前ですけれども、初めて本を出したと、でも5年前出せたんですけれども、さらに遡ること6年前ですけれども、出版に向けて動いたことがあったんですが、その時は全然引き寄せられなかったんですよね、すぐには。でそこから6年かかって、出版できた。6年かけて波動の幅を広げていったね、そういうものだったので。でも6年後どうだったかっていうと、一番最初に撃沈した時、出版を志して撃沈した時は、本当に企画書を一生懸命書いて編集者に見てもらったり したんですけど、全然箸にも棒にもかからなかったんですよね。でも波動の幅が開いて、6年かけて開いた時には、出版社の方から声かけていただいて、で別に企画書を書くこともなく、すぐにゴーサインが出て書くっていうね、そういう状態になったので、だから波動の幅を広げていけばあっさり引き寄せられますし、そんな苦労もすることはないので、ただ広げるっていう部分で苦労はあるかもしれないですけれども、あっさり叶うようにはなるのでね、まずはその波動の幅、今すぐ叶わないっていうのはできないってことではなくて、波動の幅がまだ開いていないっていうだけの話なので、波動の幅を広げるってことをしていただくといいんじゃないかなと思います。今日のお話なんか伝わりましたかね。波動的すでにあるを徹底解説、そういうお話をさせていただきました。ぜひ参考にしていただければと思います。で、LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージをお送りしてます。願望実現の話や波動の話やメンタルの話、そういったメッセージを LINE とメルマガで出してますので、興味のある方はぜひご登録いただければと思います。で、LINE もしくはメルマガ、どちらでもいいんですけれども、登録先は概要欄に貼り付けておりますので、概要欄をチェックしてご登録いただければと思います。そして、今日のこの話で感じたこと、気づいたこと、ご自身の体験談などあれば、ぜひコメント欄にシェアいただければと思います。そのシェアいただいたのを見て、誰かの気づきになれば、そのシェアした本人の運気が上がってきますのでね、ぜひシェアいただければと思います。そして、今日のこの話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいれば、ぜひお友達にもシェアしてあげてください。それでは波動チャンネル、今日のお話以上になります。いつもご覧いただきましてどうもありがとうございます。で、ここからおまけのお話になりますが、今日のお話分かりましたかね。なんかなんとなくつかめましたかね。ちょっとそこは心配かなと思ってるんですけれども、本編の中でもちょっとお話をしましたけれども、僕は出版するにあたって6年かかってるんですよね。だからよくね、何でもあっさり叶うっていうことを言われることもあるんですけれども、それは波動の幅がどうかっていうところです。波動の幅が開いてれば、開いて叶えたい世界が内側に、自分の波動の幅の内側にあるならあっさり叶えますし、外側の場合はすぐには叶わないですよね。でもすぐに叶わないからといって自分には無理ってことではないですよ。願いが叶わないとか引き寄せが起きないっていうことの多くの場面で、まだ早いってことがあるんですよね。まだ早い。でも多くの方はそこで、あ、自分には無理なんだって思ってしまう方が結構多いんですよね。で、無理って思うんではなくて、まだ早いって思ってあげてください。できることはいろいろやっていって、波動の幅を広げていけば、それは実現することは結構ありますので、願いが叶わないからといって自分には無理っていうレッテルを貼らない。そのことはぜひね、覚えておいていただければいいかなと思います。なので、よく言う
言うじゃないですか。諦めなければいいというね。成功の秘訣は諦めないことだってよく言うんですけど、それは本当ですから、願望、願いを叶えることも諦めずやることです。僕はね、しつこいんですよね。しつこく、トライしていくことで叶える自分になっていくので、それがいろんなことが実現してきた要因だなと思うんですよ。出版も6年かけてしつこくやっていったら叶ったので。だから、最低限、これだけはやってほしいっていうのは、ダメのレッテルは貼らない。自分には無理っていうレッテルは貼らない。それを貼るんじゃなくて、今はまだ早いんだって思うね。で、やれることをやる。そのことはぜひ、合わせて、覚えておいていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。それでは本日の波動チャンネル以上になります。いつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます。それでは失礼します。いつもありがとうございます。